まず前半17分ですね。クロスからズドン。素晴らしい。もう一度見てみましょうかね。クロスが素晴らしいですね。このスピード。素晴らしい。もう完璧です。えぐい。もう素晴らしい。続いて前半37分ですね。またしても左サイド。預ける、この動きですね。素晴らしいですね。エモい。本当にエモすぎる。あの動きできるのはもうなかなかいないですよね。あのパスのタイミングも素晴らしいですね。もう一度見てみましょう。左サイド預ける。で、サイドバックもこの裏の抜け出しで、釣られる。で、この動きですね。やばい。何回見ても鳥肌立ちますね。ちょっとエモすぎますね。もうパスも完璧です。動き出しがもう特に完璧な感じですかね。素晴らしい。はい、あとは流しで見ていきたいと思います。まあ結果としてはまあ2対1で勝ったんですが、まあハイライトとしてはもう少しあるんで見ていきましょう。この動きですね。ちなみにこれ自分なんで、もう自分のプレーなんで入れただけですね。はい、シュート入りません。残念。はい、クリアされます。はい、後半ですね。ワンツーでピョンでポンというかスー惜しいで、これ失点シーンですね。まあこれはもうどうでもいいです。もう勝ったんで。はい、ドミス。はい。で、これで終わりですかね。もうそろそろ終わりですね。はい、これでキーパーキャッチして終了。勝ちました。ありがとうございます。